いつもご視聴ありがとうございます。進藤です。ガラッと雰囲気を変えて、まあそろそろレーザーの季節だろうということでですね、改めてどういうタイプのレザーが着こなしやすいかとか、どういうタイプが代表的なレザーなのかっていうのと特徴について解説したいと思います。もともといろいろなものを長く使うっていう習慣があって、昔欲しかったとかいいなと思ったら、それに対する理想って自分の中でどん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 膨らんでいって、それを使うにあたって自分なりにアレンジしたりカスタムしたりするっていうのが僕のファッションの原点やし、そうやって楽しむと古いものをもう一回大事に使ったりっていうところで死に筋のワードローブが生き返ったりするっていうこともあるので、そういうところが少しでも伝わればいいなと思ってちょっと時計の紹介もしてみようかなというところでございます。僕が持ってる時計の中でもかなり古い部類に入るものなんですけれども、これね IWC の自動巻きのデート付きなんですけど、オールドインターっていうのでインターナショナルウォッチカンパニーのものの古いものが話題に上ることが多くて、いろんな動画だったりコンテンツでこう語られて始めたっていうところなんですけれども、この時計は僕自分の祖父がしてたものを今僕の手元にあるっていう時計で、すごく思い入れのあるものです。ステンレス製の三振の時計でデート付きっていうすごいシンプルな時計で、デザイン自体もすごく気に入ってるし、文字盤のコンディションもいいし、ムーブメントもすごくタフで安定してるっていうのでずっとこう気に入ってたんですけども、しばらくすることなくて今この僕が手に持っている形にたどり着いたのが、なんかいろいろクロコダイルのストラップとか変えてみたんですけど、ちょっとこうブレスレットのような形になったらするんかなとかって思って、今しているのザソールのウォッチプロテクター付きの時計なんですけれども、これつけるようになってからするようになりました。特に夏場ブレスレットのような印象にもなりますし、シンプルなドレスウォッチが生きてくるっていう意味でもこのウォッチプロテクターっての僕結構おすすめしているので、このウォッチプロテクターと付きのやつってウォッチプロテクターから外せるんですよね。こういう風な形で外せるんですよね。これだから一粒で二度おいしいじゃないですけれども、ウォッチプロテクター付きでブレスのように使っていただいてもいいですし、このヴィンテージストラップだけで使っていただいてもいいですし、時計の雰囲気が相当変わることようにできますので、コーディネートによってこうやって使い分けてはいいんじゃないかなというのがこのウォッチプロテクター付きのものです。これつけることによってだいぶ時計の印象変わって、僕もする回数増えたのですごくいいカスタムだったかなというところです。もう一つはですね、これロレックスのサブマリーナ5513のフィルトダイヤルって言われるやつなんですけれども、今のサブマリーナと違って文字盤自体がですねミラー文字盤っていうタイプのもので、ちょっとキラキラしててレターがゴールドになってるっていうもので、これ僕すごくこうコンディションも良くて気に入ってます。ゴーストベゼルってこう色がこう自然に抜けた感じで、もともとはブレスつけてたんですけども、ブレスもやっぱ伸びるしっていうところもあったり、なんか自分らしい雰囲気にしたいなっていうので、これはヒマラヤのウォッチプロテクター付きにしました。まあこれヒマラヤのポッチプロテクター付きを選んだのはゴーストベゼルになって、抜けた感じのものとグラデーションがちょっとはまるっていうことでこういう、こうコンビネーションにしてます。これも先ほどのものと一緒で外して使えるっていうようなことになります。これもまあ昔から思い入れがある時計というか、すごく好きな時計の一つなんですけれども、カルティエのバスキュラントって言ってですね、くるっとひっくり返るこの文字盤のところが、こういう特徴があって、正面がステンレスになって当たらないようにできるっていうタイプのものなんですけれども、まあ、このちょっとメカニカルな構造がですね僕はすごく好きで、これはエレガントなデザインの中にギア感のあるこう機構みたいなのが盛り込まれてて、ジャガルクルトのレベルスとはちょっと違う機構なんですけど、クルッと引っかかるっていうのはある意味僕はこれ傑作機構なと思うんですけども、これも手巻きのやつがすごいこう流通してるやつ少なくて、ヴィンテージのやつも何度か見たことあるんですけど、むちゃくちゃかっこいいなと思って、今ではもうちょっと手が届かない値段になっちゃったんですけど、まあこのステンレスもこれは僕はすごく思い入れの深い時計ですね。こういう3つの時計をご紹介しましたが、ちなみにこの時計は全て僕がライダースと組み合わせて使っていただいた時にいいと思ってますし、同じアイテムを使いながらもファッションの雰囲気少しずつ変えていけるっていうところで、僕は同じようなスタイルですけども、ちょっと小物が変わったり、ちょっと素材感が変わったり、だからネクタイの素材感が変わるだけで同じような色のネクタイしても雰囲気は変わるし、シーズン感も変わるしっていうところで、そういった微差を楽しむっていうことをやっていけば、完成したスタイリングはその人その人に出てくると思うので、そういうところ気遣っていただければいいなというところです。今日はですね、ライダースをご紹介するっていうところで、今日僕が着てるようなこれモレックのダブルブレストの
立ち襟タイプのライダースっていうところで、レザージャケットのすごく人気のあるところっていうと、シングルライダース、僕が着ているダブルの立ち襟のライダース、まあセミダブルっていうやつですね、それかもしくはダブルって言われるもので、あとは襟付きのトラッカージャケットみたいなタイプのものが今流通しているタイプなんですけど、まあそれぞれ特徴があって、デザインが一番凝ってる雰囲気に見えるのがですね、僕が今日着ているようなこのセミダブルタイプのもので、上まで締めていただいても、開けて着ていただいても、途中まで開けて着ていただいても、それぞれの表情が違うので、1枚で大きく表情が変わるっていうのがこのライダースの特徴だと思ってるんですよ。インナーに着るものに関しては、 T シャツとかクルーネックだけを着るのがいいと思ってまして、タートルとか着たらどうしてもここの立ち襟のところ出てしまったりとか、あとシャツ着ると周りの V ゾーンがごちゃごちゃしてるので、シャツの襟との相性がいまいち良くないっていうような気がするので、これはシンプルにクルーネックと合わせたいっていう時に、すごくこうレーシーなスパルタの雰囲気を出したいっていう時にはこういうライダースを選ぶのがいいんじゃないかなと思ってます。このタイプはいろんなところで取り扱いされていて人気のあるタイプですので、これも一ついいモデルだなというところですね。もう一つはですね、まあ、同じダブルつながりで、ダブルといえばっていうようなこういう形のものなんですけれども、モレックのものに関しては特徴を言うと、やっぱりこのナッパプロンジェっていうところなんですよね。ダブルのライダースっていうのは少し男らしくて力強くて、 V ゾーンが綺麗に決まってるので、僕はシャツだったりタートルだったりクルーネックだったりっていうことで、アイテムとしては最も合わせるインナーのバリエーションが広く着れるのがこのダブルだというふうに思ってます。モレックのライダース、これナッパプロンジェっていう素材でやらせていただいてるんですけれども、手にした時により吸い付くようなそういう質感に徐々に変えていってるっていうような感じです。値段自体は輸送費が上がってたり材料費が上がったりっていうようなところもあるんで、9月の頭でお値段上げさせていただいたんですけれども、レザー自体はより良いものになるようにということでですね、ずっと生産してますので、ぜひですねこのライダース楽しんでいただければいいかなというふうに思ってます。もう一つはですね、ライダースといえばというところでシングル、多分この形が今一番人気のある形というか流通している形だと思います。ライダースの1着目っていうことで考えるのであれば、僕はこのライダースっていうのがある意味一番いいとは思います。これ着ていってダブルとか、さっき言ったセミダブルとかっていうのをいろいろ選択に入れていけば、すごくいいアイテムになると思いますし、ライダースの基本という意味で考えると、このシングルの立ち襟のライダースを選ばれるっていうのはいいような気はしてます。でもう一つですね、このシングルのライダース、ここから発展したものがあるんですけれども、これもともと僕が自分で着たいなと思って作って、あまりに、まあ、人気あって結構自分の手元にも残らなかったっていうタイプのもので、これはですね、胸にポケットがついたスウェードのトラッカージャケットです。襟はシャツのようなタイプの襟になっていまして、胸にポケットがついている、胸にポケットがついているだけでライダースのデザインの雰囲気変わりますんで、襟がついたことですごくシャープに見える、これもインナーの方は選ばないっていうような方にも思うんですけれども、タートルネックとかがないので、ダブルに次ぐインナーのバリエーションできるんじゃないかなというふうに思ってます。すごくこのモデル自体はシングルのシンプルさがありながら、胸にポケットがあることとスウェードであることで、スウェードで少しエレガントな雰囲気も加味しながら、ポケットがあって襟があるっていう、すごくこう男っぽいディティールも組み合わせてるので、シングルのライダースとはちょっと違った感じなんですけれども、より洗練された雰囲気になるライダースの一つがこのトラッカージャケットだと思ってます。スウェード自体もこれ銀付きのスウェードでやってますんで、厚みがありながらすごくしっとりしたタイプの手触りのものになっております。でもう一つ、ダウンの入った MA1 タイプのナッパプロンジェです。これは革を薄くしてより立体感が出るように作ってますし、中にダウンが入ってるのでより暖かいですし、どちらかというと冬向けのレザーっていうことになります。まあ、ちょっと駆け足ですね、いろいろこう説明していきましたけれども、私どもでやってるレザーの特徴っていうところはこういうところで、レザーは選ぶときにデザインの特徴を知った上で選んでいただくと、より着こなしの幅も広がると思いますし、一着と言わずに違うデザインのバリエーションを持つっていうのをコーディネートが習熟していって、その方のスタイリングがいいものになっていくというふうに信じてますんで、アイテムを決めて買っていくっていう意味では、レザーのバリエーションを持たれるっていうのは非常に僕は賢明なファッションの選択だというふうに思っております。長々といろいろレザーについてお話ししましたが、こういう系統の動画をですね、いろいろ他でもやっております。過去の動画見ていただければ参考になることもあると思いますので、そちらの方もご覧いただければと思います。お得なですね、特典も概要欄を見ていただければ掲載しておりますので、概要欄も最後まで見ていただければと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。